どうも、寝起き物スタイリストのミシェルユイです。今日は浴衣ののり付けについて、ちょっとまだね、あの真夏真っ盛りで浴衣のお片付けには少し先だと思うんだけど、あの洗濯するとき浴衣の手入れを私はどうしてるかの話と、なんでそうしてるかをちょっと話しとこうかなと思いました。浴衣ってさまあもちろん心配だからクリーニングに持ってくって人も聞いたことあるんだけど、個人的には自宅で手入れした方が、あの、まあ、もちろん予算かからないのもあるけど、なんかね、面倒見れる方が私は安心する。自分で、あのプロにお任せしてるとはいえ、どんな風に何が起きるかわからないので、そういうこともあって自分でやるのが個人的におすすめなので、私はこうしてますみたいな、浴衣のお手入れに、手入れっていうか、まあ、洗濯についてかな、お話ししていこうかなと思います。もしよかったら皆さん最後までご視聴ください。はい、ということで今日は浴衣の洗濯についてお話ししていきます。ちなみに今日私はと言いながら着物着てます。1枚で、あのね、これね、昨日見つけた、よく行くのリサイクルショップにあった、多分これ絹勾配っていう生地で、私すごい好きなのね。これ2枚目なんだけど、のアンティークだと思う。ちょっと独特のね、すごい大柄の正解派になってて、一目で気に入りましたあのアンティークだからすごいサイズもちっちゃいし、今日この後すぐじゃないけど、ショート動画に多分この今日の格好のスタイリングと、もし元気があれば、あのこの着物使ったサンルックも作ろうと思ってるんだけど、ぜひそれも見てください。めっちゃ可愛いっていうか、めっちゃ好きな着物なのでということで、まあ脱線しましたが、今日のお話は浴衣だね。浴衣について、浴衣の洗濯についてお話ししようかなと思うんですが、皆さん浴衣はね、持ってる人多いと思うんだけど、どんな風に、どのタイミングで浴衣の洗濯はしてますか？私浴衣に関しては毎日っていうか、着たら必ずっていう風にしてます。で、あの絹と違って洗えるじゃないですか、簡単に、っていう理由が一番大きいんだけど、なんとなく、あの洋服と変わらない感覚で着てます。で、あのね、もう汗の量順調じゃないしね、と言いながら、まあ私が今着てるこの着物も多分どうしようかなって考えてるところなんだけど、絹ってやっぱ、あの絹そのものに消臭効果があるから、だから、あの、なんていうの、ワンシーズン中はこうただ干して、とにかく水気を抜いて、でシーズンが終わったら、プロにお任せするみたいな流れだと思うんですが、浴衣はね、綿で楽ちんなので簡単に洗えるので、その話をしたいなと思いました。で、まずどうやってるかっていうと、今ね、ここに洗ったばっかりの私の浴衣があるのですが、これね、ぶっちゃけ他の洗濯物と変わらず洗濯機にぶっ込んでます。ただこうやって軽く畳んで、で洗濯機に入れて、普通に手洗いモードで洗う人もいると思うんだけど、私は普通に洗濯モードでガンガンに洗ってます。で、洗剤も普通の洗剤でいいじゃん。で、なんで、あの洗濯方法は特別なこと私はしてません。ただ、あの結構服関係の手入れしている動画って多分探せばあると思うんだけど、人によっては、あの着物用のね、ネットっていうのがあるのね。で、結構サイズ大きくて、で入って、多分くるくるくるって この状態からこうやってくるくるって多分巻けるような構造になってるはずなんだけど、それに入れて洗うって人結構いるんじゃないかなと個人的には思いますが、私浴衣で、形崩れるような生地のものを買ったことがないので、
本当洗濯にボンって入れて困ったことはないんですが、ですがね、あのね、たまに私の私物じゃないんだけど、お店とかに勤めてた時、観光向けのレンタルのお店に勤めてた時とかは、洗濯機に入れて洗ったらなんか生地がこう斜めに歪んじゃって、多分ね、仕立ての向き、あれ何が原因なんだろう、私その辺詳しくないんだけど、まあ、洗濯したら歪むっていうことが、そうだな、100着中2枚ぐらいあった、そういう感覚ね、でありました。で、なんで、でもそれ全部ぶっちゃけ安物ではあったかなと思います。これとかはちゃんとした、なんていうの、有松の反物から仕立てたし、もう一枚私が愛用してるこれ、これも出てきたことあると思うけど、これユニコーン柄の白の浴衣なんだけど、これもやっぱりちょっとちゃんとしたところにが出してるものなので、そんなに、あとね、もう一枚藍染めの、それもでもやっぱほんとシンプルに藍染めに白抜きっていうのかな、なんだけど、それも別にそんなに物もいいし、その洗濯機で洗って困ったってことはないですね。ただ今発見した、なんでかここだけ毛玉になってたそれはちょっと不思議なんだけど、まあでも別にこういうもんと思ってるので、消耗品っていうほどあれでもないけど、そんなしょっちゅう着ないしね。なんだけど、そうやって洗濯に関しては本当に普通に私は、洗濯機の指示に従って洗剤も調整するし、洗うって感じですね。洗濯機に任せております。で、だから乾燥機はもちろんかけないです。乾燥機ついてんだけど。で、何をするかっていうと、干す時にちゃんとこうパンパンってやって、でシワを伸ばすっていうことはする。でもまあそれ洗濯をさ、最近どうなのかな、もう乾燥機が当たり前ですみたいな世の中なのか、それでもまだまだ洗濯物干してる人私はいっぱい見るので、洗濯を干す人ならわかると思うんだけど、こうシワを伸ばすってことを、すると、すればもうあとは畳むだけ。これもアイロンかけてないんだけど、全然いつもこの状態で、あとはしまって着るっていう感じで、それを着るたびにやってます、毎回。で、着物だったらそのシーズンごとだけどってさっき言ったと思うけど、っていう感じなんだけど、一個だけ今日の一番話したかったこと、のり付けについてかなと思ってて、これはね、普通にやっぱ生徒さんとか、あとお客さんに聞かれたことあって、浴衣ののり付けってどうやるんですかって言われて、で、と思って私のり付け好きじゃなくて、実はで、のりはつけないです。シーズンが終わってもつけません、のり付けしない。で、のり付けするした、これはまだ新品の浴衣なんだけど、これとかね、なんていうのかな、ちょっとパリッとしてるのね。で、のり付けすればパリッっていう感じになるんだけど、この私は浴衣がのり付けしないで、だんだんと生地がね、柔らかくなってくのね。わかんないよね感じはね、わかんないかもしれないんだけど、これすごい、個人的にすごい大事で、やっぱ私はのり付けしたくない人なので、だからむしろその、この感じ、こういう柔らかい、この辺とかちょっとのり付けしてない感があるかな、こういう柔らかい、本当にただの面になる。まあこれちょっと朝も混ざってるんだけど、でも基本的にバリってならないのが好きなので、のり付けしてません。で、なんか結構のり付けしなきゃいけないと思ってる人いるんだなと思ったんですけど、お好みかと思います。で、本当にね、だんだん柔らかくなってくる、どんどん柔らかくなってくのね、浴衣。で、私はそれが好きで、その生地感のが好きだから、ちょっとこう柔らかい生地のまま、そのまま着てます。で、あとあれか、
あ、そう、一応ね、のり付けのいいことと、のり付けしないことの、いいこと悪いこと、なんかデメリットメリット、一応個人的に感じているのを話しておくと、のり付けすると多分シワになりにくい気がする。だからみんなやるのかな？なんか着やすいのかって言われると、私はなんていうのかな？着物、ちょっと待ってね、電車うるさい。着物の、着方として、個人的に好きな着方が、柔らかい生地が体に沿っていく感じの方が私は好きなんですね。なのでなんかこう、ピシッピシッっていう風になっちゃう、のり付けしてる方が個人的にすごい苦手なので、あんまりしないんだけど、でもやっぱりシワがつきにくいんじゃないかなと思います。それが最大のメリットですよね。あとはまあなんか形決まってる方が着やすい人とかもいるのかなと思ったんだけど、私はこう体にピシッってこう沿ってくれる方が好きなので、それが結構大きな理由の一つです。あとすごい柔らかくて気持ちいいっていうのね。で、のり付けのデメリットとしては多分ね、カビとか生えやすくなると思うんだよな。のりが水分を吸うらしく、これは本当によく聞くお話なんですけど、のり付けしてカビ生えてる方は結構見たことがあるし、そういう話を聞いたので、私は自分の着付けの先生に、なんか水分のないとこに置きなさいねみたいなことを、浴衣は、まあ、着物も全部そうなんだけど、湿気少ないとこに置いた方がいいみたいな話は、特に浴衣はのり付けした場合は気をつけろって言われたことあるので、カビが生えやすくなる。正確にはのりそのものというより、のりにが吸った水分が原因でそういう風になるらしいです。私は浴衣をカビさせたことはさすがにないのでわかんないんですけど、なのでまあそれが多分のり付けのデメリットなんじゃないかなと思います。なので自己判断で、ただパリってしてる生地が好きっていう人も結構いるんですよ。これはなんか実際に私はパリってさせたくてやってるみたいなことを言ってる人がもういたので、なんでどっちもやってみるのいいと思うんだよね。だからぜひ自分で試してやってほしい。でもしやるなら、私は本当にのり付けの仕方は知らんけど、洗濯機に入れるのより、これは友人がやってたやり方ね、霧吹きタイプのやつでアイロンかけるときにシュッシュッってやるのが好きって人がいたのを覚えてる。でなんかそれなら私でもできそうだなと思った。なんか洗濯機に入れて干してって、なんかのり入れたくないな洗濯機にって思ったんでね。洗濯機には普通のりは入れないのかな。お風呂場に溶かしてねやるとか言うよね。そういうやり方なのかな。でなんかね、そういう印象があったから、それもあってなんかめんどくさいなと思ったのもあって、それからすっかりこののり付けしてませんっていう感じです。で今もう一個思い出したのが、私のもう持ってるこの絞りの浴衣に関してなんだけど、これね、友人っていうか、まあちょっとね、着付けを教えてた友人の浴衣で、すごいもったいねえという事態になってたのがあって、それは絞りの浴衣で、しかも別に彼女はクリーニング屋さんに持ってたので、本人もちょっと軽くショックを受けてたんだけど、バリバリにのり付けされて、でなんていうのかな、いわゆるこの絞り独特の凹凸が全部なくなって、ピシーってのり付けパリッバリッってされて帰ってきてたのね。でどうなの絞りの浴衣って普通さ、のり付けするのかな。私その辺本当に自分で このこれ多分すっごいいい呉服屋さんとかで買ったら結構なお値段すると思うの。私は反物を古着屋さんで見つけて、それを仕立てていただいたから、まあまあ
まあ、それでも何万とかかかったと思うけどの、あのお値段だったんだけど、でこういうアリマス絞りとかは普通どういう手入れ方法なのか私ちょっと調べてもいなくて、なんか昔調べたかもしれないけど、でも基本的に絞りってこのなんていうのかな、絞りっていうのはこう生地そのものを絞ってるわけだから、生地の形がまっすぐじゃなくてこうね凹凸ができるわけじゃない、だからアイロンがけもしない方がいいし、のり付けも多分しない方がいいんじゃないかなって、彼女のそのクリーニングから帰ってきた結構素敵でいい、あれもありまちゃった気がするんだよな、あのいいその浴衣が平らにピシッってなって柄はもちろんで残ってるんだけど、ピシッって戻ってきてるのを見た時に多分やんない方がいいんだろうな、塗り付けって特にアリマツ絞りみたいな絞りとかの技法を使ってるものに関してはそうなんだろうなって思いましたというお話です。で絶対に調べれば出てくるし、もう分かんなかったらプロに聞くがベストですよ、やっぱり呉服屋さんとかそういう、あと手入れ専門にやってるところとかに聞けば絶対に教えてくれると思うので、でもちろんあのうちに出してくださいって言われるかもしれないけど、それはあのいろいろと調べる術はあると思うので、ぜひ皆さん自分で自分に向いたあのお手入れ探してみてください。浴衣は本当に家で手軽にね手入れできるのでいいんじゃないかなと思います。まあそんなこともあって、私は結局夏の時期は浴衣をついつい着てしまうというのは自分で手入れができるからっていうのもあったりしますね。なのでぜひ皆さん今日の動画を参考程度にして自分でね、あと多分さ自分のさ洗濯機だとこんぐらいだなとかがあると思うんだよね。 あと色落ちとかはお気をつけください、藍染めとかね特にね。私なんかはこのここは真っ白で、まあ これは別に洗濯が原因じゃないんだけど、アンティークの赤い帯はもうこの浴衣そのものに色がついちゃったりもしてるので、でさ夏の浴衣ってもちろん色が入ってるものもあるけど、こういう感じで白真っ白にちょっと柄がこう涼しげに入ってるものとかもあるので、それは何だろう、洗濯だけじゃなくてそういうの結構あるので気をつけください。あとアンティーク着てる人は意外と色落ちは気をつけた方がいい、気にしない人もいると思うけど私も全然気にしないわけ、だってさ帯をつける位置は結局同じだから、またそこで別の色の帯をしたとしても隠れるから気にしないんだけど、もしそういうのすごい気にする人とかはあの組み合わせはお気をつけください。なのでやっぱりぶっちゃけ現代物の方がそういう加工の技術は進んでいるので色落ちとかしにくいものが多いと私は個人的に感じてます。でもアンティークって可愛いのでやめられませんという感じでしょうか。はい、ということで、浴衣の洗濯についてでした。はい、ということで今日は浴衣のねお洗濯についてちょっとお話ししていきました。思った以上に話し込んでしまって結構カットしようと思ってるんだけど15分に収まらないねので、まあ皆さんもしよければ見てください。まだこれからあと789、私場合によっては10月も浴衣着たりするんだよね、まだまだ暑いじゃん、なんでまだまだ片付けるっていう感じではないと思うけど、私の場合は浴衣に関しては本当に着たら洗う、必ず洗うっていうもう言うにしてるので、もうだから夏の日々の浴衣着た日のやることって感じなので、まあもう今シーズン入って浴衣何回洗っただろうっていうぐらい浴衣着てるので、まあ参考に皆さんもしてみてください。でね、花火大会だとか、これから花火大会も増えるよねきっとね、お祭りもあるだろうし盆踊りのシーズンは始まったし、ぜひ浴衣でお出かけしてきてください。ということで寝起きものスタイリストのミシェルユイでした。ではね、バイバイ。